イザヤ書、十一章。エッサイの根株から新芽が生え、その根から若枝が出て実を結ぶ。その上に主の霊がとどまる。それは知恵と悟りの霊、資料と力の霊、主を恐れる知識の霊である。この方は主を恐れることを喜びとし、その目の見るところによって裁かず。 その耳の聞くところによって判決を下さず、正義をもって弱い者を裁き、公正をもって地の貧しい者のために判決を下す。口の無知で血を打ち、唇の息で悪しき者を殺す。正義がその腰の帯となり、真実がその銅の帯となる。狼は子羊と共に宿り、ひは小ヤギと共に伏し、子牛、 若獅子、肥えた家畜が共にいて、小さな子供がこれを追っていく。目牛と熊は草をはみ、その子たちは共に伏し、獅子も牛のように藁を食う。血の身子はコブラの穴の上で戯れ、血離れした子はマムシの巣に手を伸ばす。私の聖なる山のどこに置いても、これらは害を加えず滅ぼさない。主を知ることが、 海を覆う水のように地に満ちるからである。その日になると、エッサイの根は諸々の民の旗として立ち、国々は彼を求め、彼の留まるところは栄光に輝く。その日、主は再び御手を伸ばし、ご自分の民の残りのものを買い取られる。彼らは、アッシリア、エジプト、パテロス、クシュ、エラム、シンガル、ハマテ、 海の島々に残っている者たちである。主は国々のために旗を挙げ、イスラエルの散らされた者を取り集め、ユダの追い散らされた者を地の四隅から集められる。エフライムの妬みは去り、ユダに敵する者は断ち切られる。エフライムはユダを妬まず、ユダもエフライムを敵としない。彼らは西の方、ペリシテ人の肩に飛びかかり、共に 東のコらからかすめ奪う。彼らはエドムとモアブにも手を伸ばし、暗ン,ン人も彼らに従う。主はエジプトの海の入り江を干上がらせ、またその焼けつく風の中で、見てをその川に向かって振り動かし、それを打って七つの水なし川とし、履物のままで歩けるようにする。残されている見た目の残りの者の,のために、 アッシリアから王子が備えられる。イスラエルがエジプトの地から登ってきた日に、イスラエルのために備えられたように。